お願いします。はい、オリックスファシリティーズ滝川と言います。オリックスファシリティーズ高川と言います。よろしくお願いします。普段はですね、慶治総合病院さんおよび外部施設鳩ヶ丘さん、学友園さん、和光園さん、ほのぼのさんの日常清掃および定期清掃を行わさせていただいております。何ですかそれは。命名ナオミスティック。ナオミスティックテニスの大阪直美さんのですね、お名前をお借りしましてですね、はい、これをですね、床のですね、はい、ヒールマークシューズのですね、はい、跡とか、あの台車のタイムの跡の時にですね、ああで、これだとあの洗剤をたくさん巻かなくてもですね、これピンポイントでこれにつけてですね、はい、汚れを取ることができました。おで、取り入れました。床の汚れ、はい、汚れに対してですね、パッドが硬いパッドをつけることによって汚れが取れます。おお、振動するんですね。まさにその振動なんです。命名がですね、はい、お助け振動さんです。お助け振動さん書いてありますね、名前が、お助け振動さんなんです。はい、これあの振動本部長にも許可得ましたんで。あ、そうそうそうなんです今度こんな機械作ってみようっていつ思いつくんですか、アイデアを。やはりあのニーズがあった時ですね、やっぱりそういう汚れが取りたい取れないとかですね、はい、そういう時に何かないかなというところでやってみると、うん、私たちも1月の1日制しまして、まあ、それから次の日からですね、病院さんの清掃に携わってきました。まあ、一番あの普段やらないことは、やっぱ水漏れですね、はい、水漏れがすごくて。清掃に、まあ、苦労したというか、まあ、初めての体験でした。これ2つどちらも水を吸う機械なんですか。はい、これ外しまして、水を吸う部分だけを利用して、ここで水を吸い上げる。ああ、吸い上げ、吸い上げ、これ水を吸い上げる、吸い上げる、ヘラのようなので、そうですね、ここで吸い上げる。へえ、もっと細かいところ行くためには今度こちらの、はい、今回この2機種がフル稼働、はい、フル稼働、大いに役に立ちました。こんなに水漏れ対応の掃除を連日やることって本当普段はないですね。ないですね、事前準備じゃありませんけど、頭の中でだいたいそういう発想、あれやればこれやればというところが分かったかなというふうには思っております。津波が来るということだったんで、はい、あのとにかく高台に上がろうと思って、うん、でそっちに行って、本当に人生においてきっともう体験することのない、うん、あの警察署で一夜を犯しても犯させてもらって、留置所の布団を借りまして、はい、そうなんですか夜が明けるのを待ってました。それで明るくなったら、まあ、とりあえずこっちに戻ってこようと思って戻ってきて、病院の中の、まあ、もうどこから手をつけていいんだろうかというところで、うん、そこからやるしかないと、もうやるしかなかったですね。やらないといけないっていう気持ちと、もうやるしかないっていうところですかね。ケージとオリックスさんも共に歩んで、そうそう、だから本当に10年経ちましたけど、いつもあの常務理事もですね、はい、本部長も10年経ったとは思えない建物で見学しても、綺麗だねって言われているのが、うん、これが自慢ですといつも言われるんで、うん、ありがたいですね、それが、はい、誇りに思います。本当にいつも綺麗に維持していただいてこその、はい、そうです。これからまだまだ
対応していきますんで、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。一緒に